はい、どうもー、水田ヨンです。お願いしますね。毎週は頑張っていきましょう。簡単です。お願いします。ということで、本日もいたずらというか検証をしていきたいと思います。ということで、まあ僕一人のオープニングなんで、また変な気になったことをね、純粋にやらせていただこうかなと思っているんですけども、本当にありがとうございます。僕が考えるようなことをこうわざわざ見に来てくださって、それがたくさんの人が見たい時もあれば、誰も見たくない時もあるというコーナーをねやらせていただいているんですけども、今日僕がちょっと思ったのがですね、僕音楽好きなんですよね。僕 AirPods 信者でして、AirPods めっちゃ好きなんですよ。こういう感じでつけるじゃないですか。たまにね、AirPods この状態で歩いてる人いて、お前やべえなって思うんですけど、たまに僕もなってるんですけど。で、AirPods って何がいいかっていうと、コードがないんで、すごい動きやすいっていうことと、あとなんかね、一見つけてなさそうに見えるわけですよ。AirPods をちょっと改造したいなと思いまして、こちらを用意しました。で、なぜ改造しようかなと思ったかと言いますと、海外で AirPods に色をつけてるね、業者があったんですよ。最新の注意を払いつつ、AirPods に色をつけていこうかなと思っております。真似はしないでほしいな。やったらどうなるのかっていう検証をね、したいと思うんで、ぜひ皆さん見ていってください。金色にねしたいなと思うんですけども、僕この AirPods 使えないやつを持ってるわけですよ。これをね、肌色にすることができたら、 AirPods を肌色にすることができたら、皮膚だと思って気づかれねえんじゃないかなと。ちょっと今日は金色に塗るエアポッツと肌色に塗るエアポッツを作っていこうと思います。やっていきましょう。金色の方がみんな見たいかなと思って、こちら買ってまいりました。カラースプレー、真似しないようにしてくださいね、皆さん。で、センサーの部分に色がつくのが一番やばいんで、海外で見たやつはこことここには全部色がつかないようにしてました。ちょっとつけてきます。よいしょ。テープにて一応全部色がねつかないようにしましたと。すげえ。これ金のエアポッツです。で、こうなってるんですけど、これがマスキングテープなんで、1日経過して金色のエアポッツ、かなり綺麗にやっぱ塗れました。耳赤くね、なんか俺。ということで、史上初でございますと。今から偽企画でね、偽企画って言っても、企画としてやろうかなって思って買ったやつなんですけど、このね、面白そうなボードゲームがあったんで、こいつを使ってメインチャンネルを撮ろう。これはバレないと思うんですけど、って言いつつ、実はこれは偽企画で、撮影中に、史上初ですよ、撮影中にイヤホンをつけて撮影していこうかなと思ってます。だから音楽をね、聴きながら動画なんて撮ったことないんですよ。イヤホンガンガンとだったら別なんですけど、楽しいなと思うんで、今日はトミーにバレるまで音楽を聴きながら動画を撮影していきたいと思います。いきましょう。はい、どうも、水田です。お願いします。では、一度頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。トミーです。カンです。お願いします。キューボイドですかね。キューボイドということで、はい、久々に、うん、ガチボードゲーム対決をしようかなと思って。ガチボードゲーム対決、なんか結構有名らしいんですけど、スタイリッシュでかっこよくないの。究極にシンプルなりながら数学者もうならせる奥深さ。はい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 。これとかでも超えるのもありってことだよね。とりあえずつながった線で超えればいい。めちゃくちゃ面白くない？めちゃくちゃいいですよ。とかこういうことがあるんですね。こういうこともありえるんですね。そう、要するにその繋いでって回り道してでも向こうに通る。はい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 。やっていきます。はい、行こう。最初はグー、じゃんけんぽい。
では行きますよ。真剣勝負ですよ。そういうことだよね。こっから行きますか。はい。いやいや、俺から行くのか。なんなの。ん？何の音それ。めっちゃ嫌なんだけど。不安を煽るその BGM 何なの。その勝手に作る。大手です、大手ですよ。お、大手ってか勝ちじゃないの。勝ちですよ。うわ、うざいあ、これでもお前は勝ちだわ。うわ、悔しい。おもろいね、このゲーム。これおもろいね。よっしゃー、うわ、すげー、すごい。ありがとうございます。途中まで攻めてたのに。ありがとうございます。もう一回やろう。いや、下手か。後処理下手か。いや、先にもうちょいアラート欲しいって。いや、勝つって。いや、もうちょい、なんか、勝つって。いや、大手感。いや、ウノって言ってない。いやいやいや、ウノっていうゲームじゃないじゃん。こうか。いや、だいぶきつくない？これは勝ったよ。負けましたわ。よし！ここですよ。うーわ、うぇーい。ということで、はい、肌色のエアポッツつけててもバレないです。なにそれでした。うさ、肌色のほんとだ。え、そういうのあんの。もう出たの。いや、色塗って。あー、そういうことね。肌色にしてたら、うん、撮影中も音楽聴けるんじゃないかなと。ああ、じゃあ俺気づかなかったってこと。気づかなかった。気づかなかったですよ。ボードゲームやってる時相方の耳見ない。いや、でも耳見とかないと。なんで。それを言いたいよ俺は。だって相方は音楽聴いてるかもしれないもんって思ってたんだけど、それを言おうと思ったんだけど、うん、相方の耳一切見えんかったから。これトミー音楽聴いてても俺分かんないなと思って。そうね、俺多分聴いてる。面白いっていう、これ楽しいっていうやつ発見はあって、ちょっとんってなりますね。こういう時ってその、うん、もったいないかっていう、もうこっちかってやつね。いや、こっちです。ということで以上、今日のみずさんでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日。ありがとうございました。